マリア・ティーポは、イタリア・ナポリ出身のピアニスト、音楽教師。フェルッチョブゾー二門家であった母エルシリア・カバロから、手ほどきを受けた後、アルフレード・カゼ・ラト・グイード・アゴスティに指示。17歳で、ジュネーブ国際ピアノコンクールにて受賞し、それ以後は、幅広い演奏活動と、積極的な録音活動に取り組んだ。1950年に、 初めて渡米して300回以上の演奏会を行い、ナポリの女、ホロビッツの異名を取る。1955年にわずか4時間で録音した、スカルラッティの12曲のソナタの LP レコードは、ニューズウィーク氏により、今年最も優れたレコードと絶賛された。スカルラッティのソナタや、JS バッハのゴルトベルカ変奏曲の録音は、ディアパソンドール賞を受賞している。また、 クレメンティの作品を演奏会でも録音でも取り上げている。ティーポに対する評価は一般的な聴衆よりも専門家であるピアニスト仲間の間で高く、マルタ・アルゲリッチはイタリア放送協会によるインタビューでティーポに触れて彼女は大評判であると述べた。力強さを備えたビルト・オーゾであり、音楽評論家ピエロ・ラッタリーノは10代のティーポの演奏を 敏少さは信じがたいほどであり、正確さでは燃え立つようなアルゲリッチを上回っていたと実0し、トスカニーニ以来のイタリア人演奏家の伝統を守る一人であり、カルロゼッキやミケランジェリ、ポリーニ、アッカルド、ムーティ、アバドに並び立つ音楽家である。すなわち、自分の感情を使いこなしながら、聴衆に対して自分の望み通りの効果を上げることのできる巨匠なので、 あると評した。熱心な教師としても活動し、グッピー音楽祭やフィエソーレ音楽学校でマスタークラスを開催している。また、ボルツァーノ音楽院やフィレンツェ音楽院の教授を歴任した。http:/www.antrys.com/argitaly.html アットプログラムノートツアーまた1。 CD マリアティポリサイタルリリースドマール28,995ありがとうございます。